あれテロップ書いた、何反応されなかった。オッケー、できました。こんばんは。今日はちょっとショールーム始めるのがギリギリになっちゃった。こんばんは。髪伸ばしてる。そう、なんかすごい言われるんですけど、伸ばしてません。切りたいんですけど、切るタイミングがなくて今のところ切ってないって感じで、でももう新世代婚が終わったら切りたいなって思っているところです、今は。いやでもあくまで私の予想じゃないけど、なんか予定みたいな感じなので、いやわかんない、このままもう伸ばしちゃうかもしれないし、まあ、またもう一回短くしてから伸ばすかもって感じです。とりあえず今はまだ何もわかんないけど、けど今は切りたい方が強いかな。そう、昨日インスタのコメント返しながら大富豪してて、そうすごい髪の毛伸びたねみたいな、なんか伸ばすんだみたいな、めっちゃコメント来てたけど、そういうわけではありません。こんばんは。でも結構確かに伸びたし、そう大富豪のカードとかね、結構短かったりするから、改めて見てやっぱ長いなって思うけど。こんばんは。これくらいの長さも好きよ。いつもなんかね、一番なんかいいなって思ってる。あんまりなんだろう、いい感じでしたと思う。もうあと30秒からなので、もうちょっとかな。そう、もうねずっとね、大富豪で配信し、大富豪配信じゃない、大富豪でプレイしようと思って、そうだから都落ちしてもずっと大富豪になりすまそうかなと思ってます、今後イベントが終わるまで。だから永遠に大富豪にいますっていうのはここでとりあえず言っておく。またショールームじゃない、大雨とかでいようかなと思うんですけど、こんばんは。そう、コインはねもういくらでもあるので、そう、その方が分かりやすいじゃないですか。ずっと大富豪にいるって思っておけばなんかできそうじゃない。私一番ポイント入るしね、大富豪が。こんばんは。前髪長い。今日あれですよね、非公式もやってるよね。私ももうすぐ出るよ、あさってだっけ、あさってに非公式のやつ出ます。8時からでしたっけ、8時から9時だっけ、なんかそんな感じだったよね確か。ひめたんとよこにゃんとここなちゃんと4人で
配信します。楽しみ。あれ、これって告知されてないやつ、もしかして言っちゃダメだったかな、言っちゃったそれってあれだっけ、当日発表されるやつなの、もしかして。言っちゃった言っちゃダメだったやつかな。まあ今なし、今多分まあそんな見てないから、まだショールームも、まあまあまあいいとしましょう。そうやって来てたんですよね、メールで来てた気がするんだけど、おかしいな、違う。お口ミフィーにしましょうあれ違かったっけ、私が言ってないだけかな、違かった、ちょっと待って確認するわ。メール言わないでくださいって書いてない気がするので、多分大丈夫だと思うけど、こんばんは、次は8分からです。試験の方ありがとうございます。 SK48 ジムスの石倉月です、こんばんは。もうちょっとだ、次は。そう、昨日は結局何時だっけ、そう結構深夜にやってたんですけど、割と当たりましたそうやっぱ夜遅くてもやってくださってる人はいるんだなって思ってすごい嬉しかった。昨日はね2時半ぐらいまでやってました。でもお2人いた、ありがとうございます。なんだっけ、言いたいことはこんな感じだ。2時半ぐらいまでやってたんですけど、そうインスタのコメント返しながらやってました。こんばんは。今回も勝てそう。こんばんは。勝ちました。勝った。新世代のリハは順調ですか？順調です、とっても。この間はすごい舞台監督さんみたいな一番偉い方にリハのね
よかったよ今日みたいな、土日リハで、そう違う会場でリハーサルだったんですけど、いつもの事務所とかじゃなくて本番みたいなところで、そう、その会場をお借りしてやってたんですけど、そう、すごい良かったよみたいな言ってくださって、そう、そうなんですよ、嬉しい。なんかその 土曜日と日曜日でまたすごいなんかみんなといい感じな雰囲気になったので、次前日かな、前日リハしてもう本番って感じなので、もうあとは家で練習頑張るって感じなんですけど、楽しみです。とってもなんか手取り的にも結構なんか激しめ激しめだし、なんか多分ファンの方が好きそうな曲は多いんじゃないかなっていうのは見て感じたかもしれない、初めて手取り見た時は。そうだし、なんか新世代っぽい曲みたいなのとかももしかしたらあるかもしれませんっていう感じなので、まあまだはっきりとは言えないけど、楽しみにしててください。こんばんは、大勢ありがとうございます。こちらこそありがとう、ありがとうございます。次は13分30秒からやります。こんばんは、寒いな。今日もうお風呂入ったんですよね。そう、昨日も入ってたけど寒い。そう、昨日そういえば最後のお前間に合ってなくて、ちゃんとなんか時間内に送ったんですけど、なんか返信見るために見たら間に合ってなかったっていう、ちょっと悲しい、おかしいな。ちゃんと送ったはずなんですけどね、すごいなんか違った全然間に合ってなかったらしい。でも余裕を持って30秒ぐらい、そうあれだったんですけど、あ、みんな私のカードセットしてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。そうだから間に合ったと思って、そう、そのままずっと大保護してたんですけど間に合ってなかったらしい、悲しい。くしゃみでさ。こんばんは、やっほー。お、めっちゃお風呂の音。そう、今日はすごいなんか煽られました、大富豪してたらすごいスタンプで煽られた。めっちゃお辞儀のスタンプ送ってくる人がいて、そう、私が都落ちしたんですけど、そのもうなんかすっごい連打みたいな、楽しそうって思って見てた。そう、すごい煽られました。大富豪で上がったよ、今も嬉しい。
そう、昨日もう昨日っていうかもう今日か、今日の夜中ずっとやってて、ずっと大富豪だった。すごい、多分忖度してくれるファンの方も結構多いから、あの私のカードセットしてくれてない人でもね、そう結構なんかずっとパスし続けてくれる人とか、たまになんか私が都落ちしたら次なんか反則負けでなんか上がってくれる人とかいるんですけど、そうなんかめっちゃ嬉しい。いや本当なんか申し訳なくなってきちゃう。優しい、優しすぎますね。そう今日も私が都落ち してからなんか反則負けで上がってくれたファンの方が一人いて、なんて優しいんだと思ってしまいました。夜中に何回も対戦できました。あのねすごい名前をねめちゃくちゃ見ました昨日すごい合うなさっきからって思いながら、やっぱそうだったんだ。次は18分30秒からです。ちょっとお場面遅れるかな、多分遅れる。あと1分、1分じゃない30秒しかない、ちょっと間に合わないですね。また後で送ろう。一番遅い時間で何時に大学をした、あのね2時半ぐらいに寝落ちしたから2時半ぐらいです。でも今日もそれぐらいまでやると思う。寝れないんですよ、ずっと携帯見てると。逆に寝れないから、そう寝れないならまあ大富豪するかみたいな感じでっていう気持ちでやってますいつも。こんばんは。どんなこと、こんばんは。上がったー、イエイイエイ、上がりました。こんばんは。
長い前髪、早く切りに行きたい、早く切りに行きたい、切りに行きたい。こんばんは。すごい、ランクが99になりました、やっとやっと99になりました。やっとです、もうちょっとで100。でも最初このイベント始まる前60あるかないかぐらいだった気がする。もう自分が何ランクか、何レベルか分かんなかったけど、でもガチで本当やばかった。60あったかな、あるかないかぐらいだったので、だいぶ上がりましたレベルが嬉しい。どれぐらいだったんだろう、全然覚えてないんですよね。もう見とけばよかった、ちゃんと。こんばんは。その爆上がりですね、確かにめっちゃ上がってる。ヤッホーってコメント更新しとこう。今ね、今でも4連勝。そう、昨日っていうか夜中にやってた時は20ぐらいでした。でもそう、20連勝ぐらいでした。そう、さっき数えたけど。こんばんは。うん、もうちょっとだ。誰か当たるかな、さっきは当たんなかったので。いるかな、うん、一人いる。ありがとうありがとうございます。こんばんは。昨日はでもあれです、あのなんだっけ、真犯人フラグを耳で聞きながら大富豪してた。怖かった、耳で聞くだけでも怖かった。でも結局画面見ちゃったりとかしてたけど、普通に怖いです怖かったです。でもまだ1話からちゃんと見てないので、そう、途中から見てたから、ちゃんと1話から今度見る。こんばんは。うん、迷うな。こんばんは。上がりました。いいよ、この調子で。いい感じです、とても。そうだ、モアベ送るんだった。そうだ、送れるか。
次は28からです。やります。今メール送りました。初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石暮月です。こんばんは、ありがとうございます。で、すごい革命されてた、なんか知らないうちに。夜ご飯も食べました。食べたよ。食べてもうお風呂も入ったから、あとは歯磨きしてもう寝るだけ。もう大富豪してから寝るけど、もうでもいつでも寝れる体勢にはなっている。まあまだ寝ないんですけどね。まだ寝ないんですけど、ママ。髪切りすぎてお前になって恥ずかしい。お前はさ、お前ってなんか似合う人たまにいない？なんかゆずは多分似合わないんだけど、お前って多分お前が似合う人って絶対いるじゃないですか、この世に。羨ましい、とても。ゆずはちょっと絶対に似合わないっていう確信が持てるので、やらないんですけどね。いや絶対恥ずかしい。熊崎さんとかさ可愛いじゃないですか。ほんまに可愛いよね。お疲れ様。こちらこそお疲れ様です。次は、あれ待って、時間過ぎてた。やらかしました。時間過ぎてた。30秒過ぎてました。10秒ぐらい過ぎてた。こんばんは。あ、でも当たりました。一人当たりました。ありがとう。こんばんは。こんばんは。まだ予防してます。上がりました。いい感じです。とても
こんばんは。ギュートありがとうございます。ありがとう。イベント入ってからミオちゃんとラプリンと遊ぶ。ミオちゃんは、ミオちゃんって久しぶりに行ったな。ミオちゃんは3回会いました。ラプリンは会ってなくて、マキコさんも3回当たりました。エルカさんは当たってません。そんな感じです、今のところ。でもなんか最終日近くなるにつれまた当たりそうな感じがするけど、どうだろう。ちなみにマキコさんとは夜中に2回当たってますね。そう、夜中に当たる。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。そう、みおちゃんってあんま呼ばない。最近野村って言っちゃう、みおまるのこと。みおまるかみお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 とは呼ばないけど、みおちゃん、みおちゃんは呼ばないです。みおまるか野村かみおたん、そのどれか。こんばんは。あ、もうちょっとで何回目だ。野村のイメージ、野村ってなんかめっちゃ良くない？そう、野村って言っちゃう。あ、みんなゆずのカードだ、嬉しい、ありがとうございます。平和な時間がやってまいりました。すごい嬉しい、ありがとう。ハピネスだって。ハピネス、そんな当たってるん？ゆずと初めて見たかもしれん。ハピネス、うん、こんばんは。髪の毛から待ってた。上がりました。今6連勝か、6連勝目ぐらい、6連勝目。足が寒い、足が、足冷たい。こんばんは。寒い。あ、だだだ、携帯が手に当たりました。こんばんは。
次は38分からです。どっちが足が長いか、そんなわかんないですよ。でもよくよく考えてみてください。私の方が身長が高いのに対してえなたんと同じぐらいの足の長さだとしたら、えなたんの方が長いって感じません？そういうこと、なんか伝わるかな、私が言っていること。身長が身長が一緒で同じ足の長さなら まだ分かるんですけど、身長が違くと同じ足の長さだとしたらえなちゃんの方が長いんじゃないですか。分かんないけど、でもえなちゃんもマジ胴が短いので、本当になんかもう多分臓器足りてないよ、なんか一個ぐらいなさそう、本当そうなさそう。そのレッスンしててもしてみてて思うんですけど、明らかにおかしすぎる体が。そう、明らかにおかしいですね、えなちゃん。最近えなちゃん、ゆずちゃんって呼んでるんですよ、二人で。そう、えなちゃんって言ってゆずちゃんって呼んでくれるの嬉しい。同い年だよ、えなちゃんとは。実は同い年。えなちゃん、ゆずちゃんって言ってる一人の方と会いました、ありがとうございます。さあ今回はどうだろう、大富豪で上がれるんでしょうか。手札的にはいけそうな感じはするけど、ちょっとまだ分かんない。あ、もういけます、もう上がる、嬉しい。 7連勝目、今もう始めて40分も経ってる。ショールームあっという間、上がりました、やったね。
こんばんは。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 次は43分か、3分30秒か、あと1分ぐらいですかね。寒い。びっくりする、毎回この音に。毎回びっくりしてる。お疲れ様です、お疲れ様です、すごい、なんかお疲れ様ですって言うとさ、すごい先輩とかに挨拶してるみたい。なんでお疲れ様ですなんだろうね。なんでお疲れ様ですなんだろう。見じゃないやの動画でアーヤがゆずこの真似してた。嘘、どんな真似や。え、でもゆずの真似さ、絶対簡単じゃない？わかんないけど、笑っとけば真似ですって言えそう。なんか最近なんかみたいな笑い方しちゃうんですけど、めっちゃイズリンが真似してくる。そう、イズリンがめっちゃなんか真似してくるんですよ、この笑い方を。上がりました、そんなこんなで。そう、めっちゃ笑い声真似してくる。そう、なんかこの間もなんか8期のチーム S の8期は私の笑い声聞き慣れてるので、まあ多分そんなやめてみたいな感じで言ってくるんですけど、中穂ちゃんはあんまり私の笑い声多分聞いて生活してないので、そう、この間一緒にいたらなんかツボにはまっちゃったみたいで、ずっと笑ってた、私の笑い声を聞いて。面白いよね。そう、かほちゃんもすごい大富豪頑張ってくれてるの嬉しい、ありがとうかほちゃん。かほちゃんありがとう。いいじゃないよか、ちょっと後で動画見たいと思います。知らなかった、真似してたんだ。次は48分からです。
ゆず不符号が揃って大富豪の譲り合いが、確かに誰がなってもいいからね。それでも優しい、みんななんか譲り合うのみたいな。優しい。こんばんは。当たるかな。もうでもあと次にあと2回ぐらいか。あと2回だ。あ、2人いた。ありがとうございます。ありがとう。あ、出すカードを間違えてしまいました。まあいっか。いや、いいや。上がりました。素晴らしい。あとショールームも10分できる。ゴールデンベッドタイム負けなし有料かな。いけるかね。ちょっと怖いですね。いけるかな。お、連番してます。素晴らしい。そう、2人いらっしゃったんですけど連番してる。ありがとう。次はあと2分後。でもいい感じですね。頑張るぞ。大変ありがとう。こちらこそありがとうございます。パラダイスまであと5回。お、ゆずぽパラダイスね、多分誰もいないよ、まだ今のところだけど。そう、今まで私がそんなこんな頻繁に大富豪やってなかったから。そう、パラダイスはね、多分まだいない気がする。わかんない。ゆずが知らないだけでもしかしたらいるかもしれないけど、私が知ってる限りはいません。なんかもしパラダイスになったら初めてだな気がする。まだわかんないですけどね。こんばんは。
パラダイス何回だっけ、30回ぐらい、30回ぐらい対戦したらもらえるやつ、すごくない？あと30秒ぐらい、次の次でこの配信も終わらなきゃなので、あ、20回か、20回でもすごいよね、20回も当たってんのか、パラダイス持ってる人はすごいですね、そうやって考えたら。こんばんは。パラダイスより上ってあるの？パラダイスがあれじゃないですか、一番上じゃない？お、二人いる、ありがとうございます。一人の方は多分さっきも当たったかな、最初の方にも当たってた気がする。すごい、なんか名前のインパクトがすごい方とかだと、なんかもう絶対この人も昨日も当たってるとか、この間も当たったなって人とかたまにいる。名前が覚えやすい人とか、なんかあんまり聞いたことない名前の人とか、私のあ、なんていうの、私推しじゃない方でもそう分かっちゃったりする。お、もう上がりますね。上がりました、素晴らしい。あと1回、ゴールデンベッドタイムあと1回やります。パラダイスになると次は10回当たるごとに星に色がついていきます。なるほどね。そう、なんか星にね、そう、星が色つくんですよね。そうそうそう、それも対戦しなきゃいけないのか、大変ですね、やば。なんかメンバーはさ、毎回本人登場になるから、そう、気づけば多分ずっとやってればな、自分のパラダイスプラス星も多分全部色ついてる感じになるけど、そっか、ファンの人はパラダイスになっても色つくのはあれなんですね。また対戦しなきゃいけないんだ、大変だな、すごい時間かかるやつですね、それは。すごい。対戦ありがとう、こちらこそありがとうございます、ありがとう。次は58分からです。ちょっとメールの下書き言いました、こう。そう、最近またハートが補充されたので、そう、ハートがいっぱいある。そう、昨日は送ったはずのメールが届いてなかったらしいので、ちょっと悲しい。宝箱開けてますよ、宝箱開けてるけど、なんか10コインとかしか出てこない10コインとかしか出てこない。
やばい、もうちょっとだ。もうあと送るだけになりました。最後の一回当たるかな、誰かと。あ、二人いる。嬉しい、ありがとうございます。二人いた、やったー。こんばんは。あ、そうだ、配信切るんだった。そうだ、ありがとうございました。大富豪に夢中になってました。ちょっと今日は自動で切るの待ちたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、また明日。明日も同じ時間からやるので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。もうちょっとで切れちゃう。バイバーイ、おやすみなさい。